長崎県天然記念物、荒川の浜人町。内湾、歴浜の波打ち材に群生し、枝を茂らせて地表を覆う、浜人町。学名マイポーラムボンシャイズは、ゴマのハグサかに分類される植物の一種。南日本から中国南部、インドシナ半島に分布する、常緑低木であり、潮沼やマングローブに自生する潮なす植物でもある。別名は、木弁形。 金魚芝。和名、浜人蝶は、海岸に生えていることと形態が人蝶下に似ることに、由来するが、人蝶下との類縁は遠く、全く別のグループである。成長しても高さ1から2メートルほどの低木だが、枝はよく分かれて反茂する。葉は、長さ6から12センチメートル、幅2から3.5センチメートルとやや細長く、厚い。鮮やかな緑色で光沢があり、枝に互生する。 花期は1から3月で、花は葉の脇に1から3コマ止まって開く。直径2から3センチメートルほどで薄紫色。花弁はロート状で先端が5列する。融水4本と地水1本がある。花弁の内側に紫色の小さな斑点が散在する。花には目白がやってくる。果実は先が尖った球形で数個の種子がある。花費は コルク質で水に浮きやすく、海流を介して分布を広げる。インドシナ半島、中国南部、台湾、南日本に分布する。日本では、三重県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県の5県で、自生地が知られ、このうち三重県と熊本県では21世紀初頭の時点で、自生地が各1箇所しか知られていない。長崎県は北限にあたるが、 五島列島と九十九島にわずかに自生している。内湾、川口、海跡湖島の波静かな海岸の波打ち材に自生し、満潮時に根元が海水に浸る高さにも生える。同様の生態を示す浜棒、浜夏目とともに、ハンマングローブ植物とも呼ばれる。南西諸島の群生地では、メヒルギ島とマングローブを構成するが、マングローブが発達しない。 九州西岸と三重県にも自生する。もともと南方系の植物であり、日本では群落がそれほど多くなかったが、海岸部の埋め立て等でさらに生息地が減少している。日本では当時の環境庁がまとめた1997年版レッドリストから絶滅危惧通類として掲載され、環境省レッドリストでも2012年版まで引き継がれているが、 自生地がある5県はそれに先んじて各県条例で天然記念物として保護していた。環境庁によるレッドリスト指定後には各県でも絶滅危惧種として掲載された。特に利用されてはいなかったが、希少植物として注目されてからは保護も兼ねて海岸部や公園の緑化のために植栽されるようにもなった。ありがとうございます。